こんにちは、Cチャンネルです。今日も部屋着でお送りしたいんですけど、本当なんか最近ね、外出自粛であんまり外出れないから、お家で過ごす時間長くて、部屋着ですいません。でも1回目から部屋着だったから、マジで本当にハードル下げといてよかったなと思ってます。まあ、それは置いといて、今日は昨日の続きなんですけど、なんで沖縄に行くのか、ってか何しに行くのかについてお話ししたいと思います。まずは一番は健康的なライフスタイルを送りたいなと思って、まあ、自然に囲まれたところでちょっと都会から離れて健康的なライフスタイルを送ろうっていうのが目的です。そう、なんか朝早起きして、なんか海が見えるところとかでなんか朝ヨガして、なんかフルーツ食べて、でなんか 1,2 時間始まるみたいな、でなんかこうカフェとかで仕事やりながら、なんか夜は夜でまたなんかこうストレッチしたりとか、お風呂使ったりとか、なんかそうやってなんて言うんだろうな、そう、充実した1日を送りたいなと思って、はい、朝方の生活にしたいなと思ってます。そう、なんかここ2年間ぐらいちょっと夜型の生活で、まあ、寝る時間も食事をとる時間も結構不規則だったんですよ。で結構肌荒れしたりとか寝れなくなったりとか、まあ、体調崩すこともあったんで、なんか、まあ、身も心も健康になりたいなっていうのがまず一つですね。うん、で二つ目は、まあ沖縄ってリゾート地なんですけど、なんか旅行じゃなくって、なんか仕事、なんか自分の好きなことを仕事にしたいなと思って、なんか小さなことでもいいんですけど、なんかお給料もらうとかじゃなくって、なんか自分で稼ぐっていうのをこれからやっていきたいなって思うので、なんかそういう環境を変えて、なんかインスピレーションを受けたりとか、なんかヒントを、なんかこうヒントを得て、なんかそれがなんかこうビジネスにつながったらいいなと思って、そう、だからなんかこうどうマネタイズ、好きなことをどうマネタイズするかっていうのを考えながら向こうでは生活していきたいなって思ってます。そう、とはいえ沖縄は私2回しか行ったことなくて、なんか修学旅行とあと 4,5 年前に1回友達と旅行行ったぐらいなんですよ。だから全然沖縄のこと知らなくって、なんか石垣島は去年まあライセンス、ダイビングのライセンス取りに行ったんですけど、なんか宮古島とかそれこそ波照間とか慶良間島とか竹富島とか、いろんな島も一応巡りたいなとは思ってて、だからなんか向こうに行ってからの、まあ、楽しみも作りつつ、なんかこうそういうところに行って、そうですね、楽しみながらこうどう仕事につなげていくかっていうのを、まあ実際現場に行ってやっていきたいなって思ってます。そうで、2週間、3週間後には多分もう沖縄に行ってる予定なんですけど、なんか最初はホテルでまあ転々として、土地に慣れたら、まあ、マンスリーとか借りようかなと思ってるんですけど、もうなんかそれぐらいしか決まってなくて、なんか向こうでアルバイトとかもしようと思ってないですし、なんか生活はここ数年で貯めた貯金でやっていこうかなって思ってますし、そうだな、めちゃくちゃなんか不安ちゃ不安なんですけど、でもなんかなんとかなるかなっていう感じの感じで行ってきます。そうなんですよ。でまだ引っ越し日も決まってないし、滞在先とかも決めてないし、本当になんかここまあ 2,3 週間のうちにバババって決めていく感じなんですけど、
そう、とりあえず今そんな感じかな。そう、こんな感じです。今日はこんな感じでいいかな。そう、はい、じゃあ今日も見てくださってありがとうございます。ほうちゃんも一緒でした。ありがとう。また明日も見てください。